ワッホさん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、はい、排水口の処置について、はい、やっていきたいと思うんですけど、まあいろいろね、レッドペナルティーエリアの処置だとかやってきたんですけど、はい、まあ修理地の処置も、まあある動画ではちょっとね、触れたことはあるんですけど、はい、まあ今回排水口とか、なんて人工物ですよね。人工物の時の処置、まあこれはね、修理地もまあ一緒なんで、はい、応用してもらえればいいと思うんですけど、はい、今日はちょうどいいとこに排水口あったわけですよ。で、ここぞという、ここぞという、で、このルールを知ってれば、はい、やっぱり得することがあるんですよ。なるほど。このルール知ってれば、ここからピタッと寄せることができるかもしれない場所を見つけてました、はいだね、はい、で、ここ太平洋クラブ成田コースの3番ホールなんですけど、はい、まあ、グリーン周りなんですよね。グリーン周りですね。まあ、ティーショットでここまで飛ぶ人はいないと思うんですけどまあセカンドで来ちゃったとかね、はい、まあありますね、ボールね。で、この排水口、はい、まあ、結構大きい排水口ですよね。大きいですね。でこうやって、まあ出ちゃったまあこれ出ちゃっても、はい、これはスタンスかかるから。確かにそうですね。そう、スタンスとかにかかったら、まあ、はい、ボールの位置もそうなので、スタンスもかかったら動かせますから、はい、もちろん動かせるし、はい、そのまま打つこともできます。そうですね。この排水溝の上に乗っててもそのまま打つこともできます結構難易度高いですよね。難易度高いですよね。 へこみに入っちゃうんでちょっとじゃあここに今日はボールを置いてね、はい、やっていきたいと思うんですけど、はい、まあこう排水溝に入ってた場合、まあこれは確実に出しますよね出しますね。出しますよね。で、これ出すときにまず大事なこと、はい、言いますね。出したボールをね、元のあった位置から絶対近づいてはいけないんですよ。ピンに近づいちゃいけない。そう、ピンに近づいちゃいけないです。ピンに近づいちゃうと、はい、御所からのプレーになっちゃうんでね、はい、それはダメなんで、まずここでニアレストポイントっていうのを通るんですよね。で、今日ニアレストポイント通るのも黄色いボールです。すいません、分かりやすいより黄色いボールで。分かりやすいことですね。本来は T とかでいいと思うんですけど、はい、じゃあちょっと待ちはこっち来てさ、こう映してほしいんですけど、まあ、このボールあるじゃないですか、はい、このボール、ピンがあって、はい、一番ピンに近づかないでこの障害物から近いところを探すわけですね。なるほど。そう、だからここじゃないんですよね。要はこっち行きたいんだけど、はい、ここじゃなくて、まあフォローでもこれ絶対当たったらいけないから、まあ、この辺かな、うん、この辺だったらフォローでもここに当たんないから、まあ、これはボールから近くて、こっちは遠いからちょっと、ここになる、ニアレストポイントはね。ちゃんと近いところを選ばないといけないっていうのが。近いところを選ばないといけないんですよ。で、ニアレストを取ったら、このね、このドライバーを使えば、得することがあるんですね。はい、ちょっとギリギリだったんだけど。まあこのニアレストからさ、はい、こうやって近づかないように、まあこうやって取れるわけですよ。前はダメですよね。前ダメ。後ろのこう半円取れるわけね。はい、半円取れるから、要はフェアウェイまで来れるわけ。おー。で、これね、ドライバー長さ分で取って、だこの間にドロップできるってことですもんね。この間にドロップできますよと。で、この円の中ね、この半円の中に収まってればまあいいんですけど、はい、で、これボール拾ってドロップするんですよ。ドロップするのは膝の高さからやるんだけど、はい、ドロップも技術なんですよ。ドロップ技術ですね。ドロップ技術なんですよね、本当に。これ、まあ、別に僕たち練習してきたわけじゃないですけど、はい、ずる賢い考えでいろいろやってきたわけですよ、はい、ルールの範囲内でね、はい、で、要はね、これちょっと今左足下がりなんですね。そうですね。左足下がりってことはちょっと待ってください。その辺から撮ってもらっていい？正面から悪い顔してますね。これ、まあ仮に、はい、仮にで置いときます、これね。仮にですね。仮に置いとくね。はい、こういう感じなんですよ、はい。で、要はここにドロップしたらさ、止まって、まあ OK。はい、OK なんだけど、まあ転がってさ、この辺くっつくかもしれないじゃないですか。可能性はあります、ね。あるじゃないですか。はい、僕がやるのは、このギリギリにね、落とすんですよ。あ、はい、これはセーフになっちゃったんだけど。セーフ、これは戦場でセーフになっちゃったんだけどこれがもっと左下がりとかだったら、はい、膝の高から落として落ちて前出たらもう一回ドロップなんですよ。そうですね、近づいちゃいけないんで。そうで、もう一回ドロップで、もう一回ドロップするときもこうギリギリでね、はい、これ前出たな、ちょっと出てますね。
ことは2回ドロップして、はい、この範囲内に収まらなかった場合は2回目最初に着弾したところにプレースするわけ、はい、置くわけ、はい、ってことはさいいところに置けるわけですよ、こうやってスッと。そうですね、そうそういうことなんですよ。これは結構みんな使えます。結構だから、そうそう。まあこれはルールだから。ルール、そうですよね。ルールを知ってればあのうまく。はい。これはね、まあそうだね。うん。使った方がいいと思うんだけどね。だからこれ、最初のまずニアレストポイント取るときに、うん、その3度で打つから3度でやらないとと思って、そうだね。やってる方とか見るかもしれないです。まあニアレストは3度でこれ取って、この長さをね。長さは、はい。長さはドライバーで取れるんでね。それもまた知らないと。そうだからここでラフだからここにドロップする人いっぱいいたと思うんですよ。そうですよね。こうやってね沈んじゃったりするんだけど、ちゃんとこうニアレスト取ってこのドライバーの長さでね、吸ったらフェアウェイって、フェアウェイから、そうですね。打てるんですよね。これが要はさ、まあ。ボールがここにありましたと、排水溝の外、排水溝の外になっても、はい、これ排水溝ね打つのに気にならないからそのまま打ってた人もいると思うんですけど、はい、これは自分のスタンスが排水溝にかかるから、はい、これは動かせるんですよね、はい、でこれもさっきと一緒でアドレスを取ってさ、アドレスをこう取るわけよね。難しいですよね。これだったら、まあ、アドレスを取ってみて、ここが近いのか、ここが近いのかってやったら、こっちの方が近いから。こっちの方が近いですね。そう、ここにニアレス取るね。で、ニアレスと、まあ、この場合はもうドライバーでね、取っても、アイアンで取ってももうフェアウェイで来れないけど、はい。まあ、こうやって取ってさ、ニアレス取って、ワンクラブ、あれして、置いて、で、まあ、ドロップする。あ、ギリギリ取れないんですね。うん、ギリギリ取れないけど。まあ、でも、こう、いいとこ見つけてね、埋まらないでよってやりながら、まあ、ドロップできると。ラフとかも、またあるじゃないですか、埋まったりするのも。あるんすよ。いろいろ見てるんですよ。ドロップは技術なんで、そうですね。だこういう、ちょっとしたね、こと。まあ、ちょっと待ちに来てもらっていい？はい。でさ、よくさ、まあ、この辺に止まったボールとかさ、はいはいはい、もう本当に近いんだけどこれ動かせるのみたいな感じでたまにね僕も知り合いの方に聞かれたりするんですけど、はい、これはね動かせます。これなんでかっていうとこう振ってってさダウンブローでいったらさここに当たる可能性があるじゃん、はい、ってことは動かせるんだよね。そのプレーのそのスイングの軌道に入ってるから、はい、うん、だからそれがもう靴1個分ぐらい後ろになってくるともうそうだね、あそこに当たんないでしょってかいう感じになるから動かせないと、うん、だからその、まあ、分からない時はね、はい、まあ、ちょっとその競技とかだと同伴競技者に聞いたりしてやるのもいいと思うんですけど、はい、まあ遊びの時はまあ危険だからね動かしていいよとかってね、まあ、確かにそうですね、うん、そうそうなるかもしれないんで、まあ、その辺をこううまく利用していけばまあ結構得することがね、確かにラフだったボールが、まあ、しっかりフェアウェイから、うん、打てるようになりますから。そうですよね。結構排水溝の周りって芝がね濃いんですよ。濃いからね、もうやっぱ水がどうしても集まる場所だからね、はい、そうそう、だからその辺をこううまくやっていただくとまあいいよね。だってここもさここにあったボールささっきこっちにドロップしたじゃん、はい、知らないでさこっちにドロップしてたからさすごいつま先上がりで打たないといけないね。そこからとフェアウェイからじゃほんと一打変わってきますよね。全然変わってきちゃったりするからさ、はい、うまくルールをしてればやっぱりいいようにねできることもあるから。そう、まあでもルール内そのずるいとかじゃないですもんね。そうそう、ルール内なんですよ。だからよくね僕たちその試合とか行くと、はい、まあ、天候が悪かったりするとそのジェネラルエリアの芝を短く買ったエリアだけ、はい、ワンクラブ動かせますよとかっていうルールが出たりするんですよ。ありますね。で、プロゴルファーはね、毎回吹きますね。もうフルに使いますよね。もうバーンってフェアウェイ来て、バーンって来て、はい、見た目めちゃくちゃ綺麗なんだけど、はい、マークして確実に吹くね。確実に。プロゴルファーは。やりますね。結構アマチュアの人は、まああるがままだからとかっていう風な方もいらっしゃるんですけど、はい、ルールだから。そうですね。吹いていいよって言われるってルールだから、もうそれは。それはもうありがたく。バンバン吹きます。吹かないホールないですもんね。吹かないホールないです。バンバンカラーとかでも吹いて、はい、ライン合わせます。
まあそれぐらいやりますから。ルール内ですからね。ルール内だからこうルールをね、はい、うまく使えばこれ周リッチも一緒なんで、周リッチもボールからね一番近いところでニアレスト、はい、取ってまあそこからワンクラブ取って範囲内にドロップっていうのね。そうちゃんとなんか近いところにっていう、そこはそのそう自分の有利のじゃなくて、そうですよね、そうその完全救済だから、はい、排水口から出すときは絶対に足もスイングのその軌道も排水口にかかっちゃいけないんですよ。そうですよね、周リッチも一緒なんですよ。周リッチからなんか大きく出すと林の中入っちゃうみたいな時もあるかもしれないけど、はい、だから足だけ排水口まだ入ってる人とかもねいたりするわけよ。それはもう完全救済してないから、うん、ダメですよっていう。そうですね、これね今何分経ちました、まっちゃん。今11分ですね。ちょっと言い方悪いですけど、はい、まああのまあ僕らもね間違ってることはあると思うんだけど、はい、なんかの女子プロの試合で、はいはいはい、カート道から救済したのに、ああありましたね、救済したのに次打って時にまだ足がカート道にかかってたみたいなことがあったんですよ。誰か忘れちゃったけど ありましたね。いやいやと思っていや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 と思ったね、その時は。あなんかへえと思って。それはそれルールの中のルールをもうなんていうの、まあ、知らない知らないってことは絶対ないと思いますよ。ないよね、はい、自分の有利なようにやったんだよねあれね。そういうことですよね。だからそれ以上言っちゃうとみたいな。そうそう、多少テレビで放映されてたんだよ多分。いやそれテレビっていうのが違ったかな、後から誰かに言われてペナルティー食らったのか忘れちゃったけど、はい、そういうことあるんだよね。いやあるんですね。トッププロですよ。いやまあこれ以上は言わないでおこうそうですよね。そうそう、まあ、僕ら間違ってることはあるからねあれだけど、はい、試合出てお金もらってるのにそれはみたいなところはあるよね。まあそうですね、ちょっと悲しいところはあるですよね。悲しいところはあるよね。はい、僕らまだお金もらえてないですからね試合で僕まだ出てないです。あ、出てないですか、はい、そうですね。だからその辺はやっぱりルールの中でね、はい、楽しめたらいいなと思ってるんで、まあ皆さんもこう覚えていただくとね、はい、まあいいんじゃないかなと思います、はい、まあそんなことでまあ大体やりましたよね。そのレッドペナルティエリアもやったし、やりましたね、排水口もやったし、まあこれ周リッチもほぼ一緒ですから、はい、でまあカジュアルウォーター、カジュアルウォーターって今言わないんだよね。なんテンポラリーウォーターなんかあ、なんか言い方があるんですよ変わったんですよね、はい、カジュアルの。あ、そうなんですか。はい、多分変わったと思うんで、まあその水浸しの時の救済方法とかもまあやれればいいと思うんですけど、ちょっと雨の中撮影できないんで、雨上がりのそこはちょっと、はい、他の人の動画見てもらってやってもらえるといいかなと、はい思います。まあそんな感じかな。あのヤーデージクイとかは抜けるやつは抜けるし、そうですね、あれは動かせる障害物だったりとか、はい、これは動かせない障害物のまあ仕方ですよね。そうですね、はい、動かせるものはそれを抜いてプレイすればいい、抜いてプレイすればいいと思うんで、はい、はい、まあそんな感じでちょっとこうまたなんかのルールやってほしいみたいなことがあれば言っていただけると、はい、まあ分かる範囲でやっていきたいなと思うんで、はいはい、ということで今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。